はい、どうも皆さんこんにちは、ハニーポケットボスのタクです。秋というときに読書の秋ですよ皆さん。はい、というわけでこのコーナー行きたいと思います。読書が趣味ってなんかかっこよくない？はい、ありがとうございます。はい、今回はですねちょっと読書の秋なんでね、スペシャルとしてやっていきたいと思います。名刺代わりの小説10選というものがねありまして、はい、僕もやってみたんですけど、その10冊をね今回紹介したいと思います。10冊はさすがにねがっつりは紹介できないんで、2部構成で今回は前編ということでね、はい、10冊用意しました。これ上下巻とかもあるから、厳密に言うと何冊なんだこれ12冊ぐらいあるんですけど、今回僕が名刺代わりの10選に選んだのはこちらです。多いですね前編5冊後編5冊で分けて紹介していきたいと思います。まず1冊目、こちら十角館の殺人、綾辻ゆきと先生。これはね最高ですよ、最高、目が決まっちゃうぐらい最高ですよ。これ日本のねミステリーをね語る上で絶対に欠かせない作品です。これはだいぶ古い作品なんですよ。1987年に発行されている作品なので、だいぶ古いんですけど、あらすじとしましては、大学のミステリー研究会の7人がいるんですけど、その7人が無人島に1週間旅行に行くんですよ。そこでどんどん人が殺されていっちゃうっていうやつ。まあね、よく言うクローズドサークルっていうんですけど、なんか閉じ込められてその中で逃げれない、隠れれない、みたいなところで殺人がどんどん連続で起こっちゃうっていうようなやつ。まあ有名なのはね、アガサ・クリスティの、そして誰もいなくなったっていうのがあるんですけど、それの日本バージョンだと思ってくれて大丈夫です。最後のね、一行、登場人物の、なんかポツンって喋るのがあるんですけど、それがね、何回読んだかな ?3、4回くらい読んでるんですけど、いつも鳥肌立つ。それぐらい衝撃的な一言を最後にポツンって言うんで、絶対これはねミステリー好きな人でも別にっていう人でも読んでて絶対面白い作品だと思います。2冊目、ゴールデンスランバー、伊坂幸太郎先生です。これ2007年に発行されています。第5回の本屋大賞受賞してますね。あと山田周五郎賞を受賞。あらすじはパレードを首相がしてるんですけど、その首相が爆殺されるんですね、ダーンと。ねえ、それの犯人に主人公がさせられちゃうっていうねやつ。でもね、主人公ももちろん身に覚えがないからめっちゃ逃げまくるっていうね話です。これねめっちゃスリリングでスピーディーで本当面白い。この作品はね最高ですよ。で、伊坂幸太郎先生の作品僕いっぱい読んでるんですけど、伊坂先生って結構キャラがね独特っていうかね、登場人物がねいいキャラなのが多いですね。あと言葉遊びとかおもろいし、これはどうなんだ、好き嫌いとか分かれんのかな。僕はめっちゃ好きですけどね。ふとした一言がすごいためになるっていうか、なんか考えさせられる一言をふとポツンって喋ったりする。伊坂先生の作品大好きです。3冊目、萌えよ剣、上下巻。これねめちゃくちゃ古い作品なんですよ。1972年、もう50年ぐらい前ですねの作品です。これはね新選組の土方歳三の生涯を描いている作品ですね。僕ね新選組超好きなんですよ、超好き。その中でも土方歳三が一番好きなんですけど、この人はねとにかくかっこいい、死に様生き様本当にかっこいい、もうそれに尽きる僕あの新選組の作品っていうのはねいっぱい読みましたけど、やっぱこれが一番好きだなっていうのがあるので今回選ばせていただきます。最高だからね。で、今度なんか映画化にもなるらしいですね。あの V6 の岡田君が土方歳三やるのかな、見に行きます。そして4冊目、こちらフローハイツの神様。これも上限になってます。上限。これは辻村美月先生ですね。2007年に発行されてます。あらすじは、スローハイツっていうね、アパートにね、漫画家の卵とか、映画監督の卵とか、あと画家の卵とか、あとまあ、超人気の小説家、あとまあ、編集者の人とか、若者がね、一緒に住んでて、そこのオーナーで、今人気急上昇中と言われている脚本家の人がいるんですね。ね、一緒に住んでて夢を叶えた人と夢をいつまでたっても追いかける人の葛藤というかね、
そういうのを書いた話ですね。これね、下巻からね、話が大きく動いてくるんでね、あれもこれも伏線回収。下巻はほんとあっという間に読み終わりますよ、これ。下巻の最後とか、もうニヤニヤ止まんなかったですもん、これ。本当に素敵な作品です、これ。はい、5冊目。鏡の工場、辻村美月先生、これも。これはね、読書が趣味ってなんかかっこよくないの、シャープ1で紹介したんですけど、10選に入れさせていただきました。まあ、詳しいのはシャープ1見てもらったらいいんですけど、あらすじとしては、いろんなね、事情があって、不登校になっちゃった7人の中学生が、鏡の中の世界で、なんか成長していくっていうような話ですね。この7人がなぜこの鏡の中に集められたのか、すべてが明らかになった時に、なんだろうな、めっちゃ感動するし、めっちゃ泣きますんで、これ。めっちゃおすすめ。はい、というわけでね、今回は前半の5冊を紹介したんですけど、10巻間の殺人、ゴールデンスランバー、燃えよ剣、スローハイツの神様、鏡の古城、5冊紹介しました。次回は後編に行きたいと思いますので、後編も5冊紹介します。いいねとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。後半へ続く。どうもありがとうございました。おつはにー。